皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。銀さんの可能性を信じてねやっていきます。ちょっと銀さんワンチャンあるんじゃねこの使い方っていうね使い方でやっていきます。なんか銀さんって、まあ、後半のねあなんか相手のキャラが減ったから使って止まんないよとかいうシーンがあるとかそういうのよく聞くと思うんですけど、まあ、そんなん当たり前じゃないですか、まあ、それはもう無理なんで他のキャラでも同じなんでそこで使ってもしょうがない。じゃあ他の使い方を考えようと思い至りましてやりたいと思います。大型やば大型1全然来なかったね。で他の使い方とは何ぞやという話なんですけど、一旦カマキリ取ったら裏技剣士からネズミ。結構早めから使います銀さん。特に考えるまでもない早めに使います。はい、カエル。もう行きまーす。ダギンさん出ましたね。頑張れー。あ、このギンさんちょっと頑張ってもらってね。さあ、ギンさん。嫌がってるよ。もうスキル打ってくれてるよ。さあ、よろずやギンちゃん。発動回復してからの月、ドーン。まあ、一応ダメージ入ってますね。あのリリス流してえな。俺リリス戦いたくないですよね。ドン。悪くないよ。現状悪くない。ここだね。これ銀さんで倒せない？ワンちゃんやれるでしょこれ。銀さんで。レードラー。もうレード出しちゃう全部。ああちょっとやれないか。ちょっとやれなかったね。こっからトレがいったら触られない。うん、ちょっと触られたね。サイクルが無理だあとサイクル無理だしめっちゃ恨まれてる。いやスキル打てよそこは。倒してもらって下降りてトレが降りない降りれ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 ないですか。負けはないとはいえそこ降りれないですか。はい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 、負け負けよし。これ削ってミスる。 OK 負け負けよし。はい、何をしたかというと、まあ、1体目の銀さんにかなり嫌がってましたよね。先に切るんですよ。しかも速攻で召喚させるっていうこれね。しかもできれば流したい。今回ちょっとトルデラインだったんで守れるように切られちゃったんですけど、まあでもね、あの進撃中型、大型切ってくれて流せたじゃないですか。まあそのちょっとやりきれなかったんだけどね。リーズちょっとさすがに強くて火力足りなかったんだけど、あれレードラ2の銀さんだったらやれたかな。まあ次行きましょうか。できれば砦が真ん中ラインにあると面白くて、できればね結構面白いと思って。その場合上下流せるじゃないですか。あのお互いの砦がね真ん中ラインにあればワンチャンおもろいかなっていう感じ。アリンコ面白いけどね。まあ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 。大型は2欲しい。絶対。ドラゴン2。強いけどね、ドラゴンね。まあ、回すか。面白くはある。行こう。対空がちょっと弱い。変えるぐらい。大型やりたいね。バイク。バイク美味しいよ。変えるで2枚抜けだよ。撃つか。すげえ数のバイク出てきてる。飛ぶんじゃないこれ全部ねえ。取ったよ。で変えるここカマキリでいいね。コブリンやってもらって、あーそれちょっとだるいな。それちょっとだるいな。どうしようかな。
まあ倒したからとりあえずここはよしとして、でいやここちょっと一回こう流します。フリースペースっていうフリースペースがない。で、まあ、倒した、回復も入れてる、ゼウス出てきた、まあトレガー行こう、トレガーじゃないサイガー行こう、サイガービーム打って倒した。さあアリンコ出して、アリンコ出して、トレデマイ剣士も置いて、あ銀さんに困ってるよこれ相手、スキー倒す、カマキ流してこのラインにキャラ切ってこようと誘って、勝ったね、普通に普通に勝った。さあ銀さんがスキルを発動すれば召喚されて、はい、なんかねこのねフリースペースで戦わせて相手に何で守るんってやるのが普通に強かったんですよね。これバチなしだしな、バチなしだしね、今回多分倒せるキャラ残ってないでしょ。実際まあ、銀さん使ってて嫌なのってマタンゴとかサムライビートルとか、まあ、あそこら辺はマジで無理じゃないですか。まあ、あと一応仮も無理だね。これはしょうがないから出てきたら、戦い方を変えればいいだけなので、例えばだけど、そうだな、じゃあちょっと分かりやすいキャラ引こうか。分かりやすいキャラね。ああいいじゃん。まあカエルでも分かるんだけどね、ラビットとかカエル出すと相手がもし万が一カニ持ったら絶対カニ切ってくるじゃん。で白バイで見たりとかすると思うんで、そしたら出し方の方針変えればいい。欲しいね、ここは打ってこない。取れればよし。でカエル剣士も置いて2回置こうか、倒せればよし。でここでいいかな。さあここで銀さん使っていこう、取れて消さちゃいけない、倒せればいい。 OK、 結果的にね切れてほしい。切れないか、これ切れないとちょっと困るんだよな、コスねえんだよな俺も。フォアが全部まとめて見られちゃう。しかもこれね前のねこいつがね、あオッケーオッケー、見れたからいいや。さあ銀さんいろいろやってるよ、削りすぎじゃない銀さん、そんな削る、下やられちゃうのはしょうがないとして、銀さん勝つけど、え勝つそうじゃない、勝ったマジ勝っちゃった銀さん。相手も大型いないよ、まだ1体残ってる銀さん。でこれ強いんだよね普通に、下は多分大丈夫じゃん。で召喚するじゃん、無理だよね。レアタイプ2個する、2個出してるわ。いや銀さんね普通に強いよ、なんかねもったいぶらなくていい気がする。はい、それではね、やっていきましょうか。いや銀さんね、なんかもったいぶらない方がいいっていうのも、ちょっと使い方もね、似てる使い方を考えるとすればフランケンとか、当たり前だけどフランケンとかも後半出した方が強いに決まってるじゃないですか。高耐久なんで、倒せる火力が残ってなければ、まあ、フランケンもね止められないみたいなシーンあると思うんですけど、銀さんもね、あでもフランケンもそういうシーンあると思うんですけど、フランケンって別に前半使うじゃないですか。前半使って圧かけてみたいなシーンが多いと思うんですよ。特にフランケンの場合はトレデに行きがちだと思うんだけど、まあ、銀さんはトレデに行っても行かなくてもいいと思うんだけど、前半に出して相手にキャラ使わせるっていうのも全然いいんじゃないかなみたいな。だからやられたらやられたらしゃあなくないみたいな、それぐらいの使い方がちょうどいいんじゃないかなっていう感じがしてるんですよね銀さん。これ取れないね、これ取れない、しょうがない。あそれまずい、あーこれゴレガだな、じゃなきゃ無理だ、この数はねゴレガじゃなきゃ無理ですね。やばいなこれ、どうしようかな。これどうしようか、ガチきついね。おお当たんだそれ、うわしかも取られた。ただよろずや銀ちゃん撃ってくれたんで絶望的な状況ではあるけど、銀さんが一応倒してくれたね一応ね。ここは銀さん行こう、もうこれ無理だから、ぴょん
こっからなんとかなるのか、こっから入れる保険ありますか。取れるよ、パンパンだよ、ここだよね、なんか押せるよね、ここね。うん、兄さん倒した、倒す、さあリムル壁張る、押し返せるか、トレガと銀さんのパワーで。あ、まずこの銀さんを止めないといけないじゃん、相手は大型使ってても、そしたら止まらないでしょ、まずね。だから銀さん一体残ってる、銀さんじゃない新八が、フラトにして、ああ、きつそう、きつそうだきつそうだね、いったね。え、止めらんないよ、意外と早い段階でも。サイクロ買ってくれたらめっちゃでかいしな。まあカエルの包丁もあったけど、あれマジきつかった。サイクロゾンビでかなりね荒らされたから、あれゾンビに対して鳥が切れないからね、壁張れないから鳥で取られちゃうんで、ゴリガしかなかったんでね。さあそれではねラストいきましょうか。普通に強いんだよな銀さん、なんかねやたら今でもね評価低めに思われてるけど、普通にいいキャラなんだよね、決して補欠にするキャラではない。まあ別にしてもいいけどね、その結局個人の自由だから、銀さん使いたくねえよって補欠にする気持ちもまあいいんじゃないとは思うけど、俺は補欠じゃない派。ただまあクレフラリーダーとかでやるなら、あの前回のキャラクターみたいにね、クレフラ固定しますとかだったら補欠でもいいと思う。だってね、4コスかぶりだからね、優先枠にする必要ないでしょって感じするよね。アヌビス、どれで取れっかな。取れそうやったら第3もアヌビスいく、裏技いっても面白いけどね、剣士の。あー、これは無理やね。あ、でもゴス来てないからワンチャンあるか。いや、ワンチャンあるなこれ。いや、あと2回やったらミスター。あ、ミスターない、大丈夫大丈夫、オッケーオッケーオッケー、いいよ。で、カエル切りでトーン、完璧なタイミング、ダメージいいね、いいね、カエル強い。ただクレフラいるね、クレフラが出てきちゃってる、ちょっと話があるな。これ食われないでほしいけど、食われるかな、入ったね、ダメージ。もうこの時代で俺から攻める必要ないからね、正直。ここ行こうか、読み玉で引き寄せてまとめて狩る。ゴスもね戻ってきたし、うーわ、すごいことになってる。もう一回は無理か、撃った、偉すぎるだろ、何何。さあ銀さん呼び出し、後ろちょっとバフメ取り替えやって、拘束されちゃったのちょっと嫌だけどね、まあしょうがない。スキル打たないで、打たないで倒して、お、偉っ、マジ行っちゃおうか。あ、ドン倒して、兄さんがまた呼び出す、はい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 、呼び出しまくってますね。当然狙って必殺技、はい。まあでもね、ちょっとあのクレフラが無理なんですよ俺クレフラが無理なんですけどね、取れそうではある。倒して、うおー、アーチャー重ね、白落城、ボワー、はい、ありがとうございました優勝者ハイキンさんはい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。銀さんがね裏でもちゃんと使えるんだよっていう動画ですね。はい、結構面白いんですよ本当に、全然いいキャラだと俺は思ってますね。はい、まあ実際なんか4コスなんで、まあ、それぞれ必須性があるかっていうと別に必須ではないですよ。実際必須ではないんだけど、あのポテンシャルはしっかりあって戦えます。なんか、まあ、戦えなくはないけどそんな強くないかなとかじゃなくて普通に強いですよ。ただまあ育てるかどうかはまあその人の自由なんで、はい、結局あのデッキのねバランス的に4コスがいっぱいいるとまずいなっていうデッキだったら育てなくてもいいと思うし、そう、別に4コスね全然まだいないから育ててもいいかな、兄さん好きだしとかだったら、おお全然やればいいんじゃない、強いしっていうぐらいのポテンシャルです。はい、そんな感じになります。まあ今回はねその銀さんをね、しかもリーダーだったら強いけど腕だったら弱いじゃんとかなっちゃうと困るんで、僕はちょっと裏で使ってたんですけど、たまになんかねトロフィーじゃなくてリーグでやれよみたいな意見もあるけど、俺普通にねトロフィーね、あの戦闘力マックスなんでマッチングね相手強いですからねマジでこればっかりは本当にそう。あ、でもリーグでも実際使ってます。固定じゃなくて俺の場合は枠外優先枠どっちかで優先、運用してますね。クレフラを固定してるときは俺は補欠か枠外にしてた。で、キャラ数ちゃんとあるやつとか大型をリーダーのときは優先枠にしましたね。はい、そんな感じです。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。